ヨジャンのチェイズって、まあ、レース戦動画見てもらうとわかるけど、サーカスのところも、小屋のところも妨害しないチェイスになってるの、5代目は。チープレイヤーって。だから俺本当にチェイス20まで持ってるっつってんの。合ってるでしょ、絶対。の試合見れば、センスっていうのがわかるよ。ロングチーズマンを、まあ、師匠レベルで思ってるのは、能力ないの。金の印を。ロングチェイスマンが、またこいつなのか。めんどくせえからやめるか。次のゲームいっか。発電機回ってるんだったらやるけど、回ってないんだったら別にやっても多分あ、と思ったけど、タップゲージだったから別にいいのか。まあ、釣ってからどうせキャンプすると思うやろ。俺は基本やめたい方向性に持ちたいけど、やめる方向性に。ほら、絶対これだから。海の位置が分からない。絶対これだから見つけたらもうトンネルをするっていう。だから思んないから。ただ奥側？それの近く？単に任せないと間に合わないのよ。あっちもキャンプトンネルやったりとか。中途半端やめてくんねえかな、もう。行ってくんねえか、もう一人がよ。マジか。もう一人行ってくれねえの、これ。何してんだよ、もう一人よ。どうせキャントンしかしねえから、こいつらもう。すっごい面白くねえやつだろ、これ。こいつはこうだから、いつも。面白くねえの。だから面白くねえの。トンネルだけやるとか。すっげえ面白くねえじゃん。やってるプレイが。
面白くもなんともねえの。未来をどう回すかだから。ここにあった。あ、そう。逆方向行けばいい。逆方向かで。ここが回してるとこなかった。ここ回してる。ファインプレー、ファインプレー。ああ、こういうすごいプレーやってるからな、ピザホイドがよ。時間かけるしかない。おい。すごいプレイやってるからな。だからこうなるからここだっつってんの。つまんねえだろ。こういうつまんないキラーいるじゃん。時間がないのよ。発電機回さなきゃいけないのよ。当然キャントンしかしないのよ。そんなことよりも発電機回す効率化を求めないといけないのよ。最効率で発電機回すっていう。多分結構厳しいと思うけど、やってみろよ。あそこでもうちょっとだったけど。様子を、本当はね、様子を見ながらでいいの。キャンパーだからデータ入ってくから、俺の発電機回るまで。時間をかけて欲しかったね。
ヒアジャンダートバラスーバース。今日はなキラーには負けない。ダサいんだよ、もうキャントンしかしない。もう目に浮かぶもん。キャントンしかしない、もうダサさ。もっと言うとね、こういうことがあるから、共鳴とかまで加味して、俺の発電機回るまで時間ちょっとかけてほしいんだよ。ギリまで時間かけて。いるよ、どうせキャントンマンだから、発電機回るまで待ってほしいんだよ。本当は。つまんないゲームでしょ？つまんないやつだからもうやってることがもう。ほんとつまんねえだろ？これしか貸し筋がないんだもん。キャントンしないと。性能、いや、ブレンドなんかいらねえよ、こんなやつは。うんな、もう。切ったのやつの、あ、ブレンドなんかいらねえよ。性能としてはそんなに、だって別に、ラースとかブライトとかそうよく聞くけど、レイスがすげえトップクラスです。これだって聞かねえだろ。チェイズが上手い人だとなんとかなる。とか場所によってとか。発電機がサーカスみたいにいきなり3台回るとか。歩道の人が頑張ってチェイスしてる間に。とかならなんとかなんだよ。逃げ切れたりするの。発電機回ってねえうちにキャントン食らってれば厳しいけど。うん。そういう時のイメージでなんか強そうな感じのイメージだけど、サーカス見てみな。あんな感じで回ってれば別にしのげるのよ。うん。キャントンするから能力がないんだよ。うん。キャントンしか考えてないから。だから勝てないんだよ。総合能力っていうのでは負ける気はしないんだよ。ロングチェイスマンを失笑だと言ってることが相当のセンスなんだよ。ショートチェイスでも意味がある。ちょうど、同じサーカスのレース戦で見てみな。全部解説してるけど。うん、超センスがあって頭のいいやつのプレイっていうのは、ロングチェイスなんていらないって言ってる。むしろロングチェイスマンほど失笑なものがない。何が失笑？5代目のチェイスの棒が、発電機のところに行くから。来るから。必ず来るから。もう呪いかかったから、デバフかかったからに来るから、必ず。笑っちゃうの。何も考えてないの。俺は絶対に発電機は回るような綺麗なチェイスしてる。ショートチェイスでも。だから俺のは5代目が綺麗に回るじゃん。美しいじゃん。芸術。俺の方のチェイスの方が絶対に意味がある。このデッドバイでは。ロングチェイスマンそこを見習え。俺に文句を言う暇があったら自分の技術を磨け。よし。かっこいい言葉でね、文句を言える。これが俺の凄さ。ロングチェイスマンはもう失笑。